皆さんこんこにちはクレアです今日はこちらにありますセリアさんのこのカッペリーニこちらを使用して男女兼用で使用できるようなカールを編んでいこうかなと思います。 でこちらの糸の色番ですね左の方がカラーナンバーが19番で右の方これがカラーナンバー12番になりますとバーコードナンバーもこちらですねはいこちらを使用していきますでこれがアクリル100%で 30g 58メートルかぎ針は6から7.5号の指定です こんな感じの結構これはねあの男の方が男性の方があの使えるような感じの色味なんですけれども私は息子に編んでいこうかなと思うのでこちらの色ですねチョイスしてみましたでこっちはあの定番のやつですよね、はい、こちらを使用していきますでから道具福祉剤がこちらですね今回は男女兼用で 使えるようで本当に使っていただけるようなものを作っていこうと考えているんですねでコードストッパーこちらを使用してキュッと締めれるような感じにしていこうと思いますはいこれは丸型で縦2.4センチかける1.8センチのものですねこれを一つ使用していきますこれセリアさんで購入しましたで紐をこちらにしようと思います これあのセリアさんの L サイズの巾着の紐なんですけれども私、内布にする時にこの L サイズの巾着の下のところですねそれを使用して巾着かの,の下の方をを内布にして使ってるんですけどその上の紐の部分ですねこれ1個ついててこっちの方もついてるやつですよね。こっちの方が今ついててこっちの方もあのついてるやつをシューッと1本だけ抜いて使用していきます。 これはね滑りがすごいねやっぱ巾着にも使っているので面,や面だとすごいねあのきシっとなってこうきュッとはいかないんですよねなのでナイロン系とかまあ、そういった感じのシュッとしたものでお洗濯とかにも強いかなと思うのでゴムとかでも全然いけるかなと思うんですけどそういうゴムがなかったのでもうこれ家にあるのでいいやと思って <laughs> ワンシーズンしか多分使えないと思うんですよねなのでこちらを使用してい,かいこうかなと思います。 でそれから道具はこちらですね段数マーカーととじ針とそれから待ち針も使用していこうかなと思うので、まあ、数本それからかぎ針ハサミですねでそれからかぎ針はこちらです。7 5号までなんですけどふわっとしようかなと思うので8号針 5mm ですねこちらを使用して編んででいいきますははそれ8号針5ミリ、ね、を使用して編んでいきます。 で、糸端は糸処理できるぐらいに残していただいて、ここから編んでいくあの作り目の数なんですけれども、模様編みが2目で1模様になってます。なのでもう本当にご自分の好きな長さで編んでいただければいいので、もう作り目って本当に自由ですね。自由な感じ。<laughs> なので今回は私は66目鎖を編んでからあの模様編みしていこうかなと思います。ちょっとゆったりめに編んでみてください。 はい。鎖を66目編んできました。で、一応長さを測ってみたいと思います。一番端っこのところと鎖のところを合わせて、こんな感じで測ってみますね。こういった感じで測ってみると、どれぐらいかな。えー、っと、53とか、それぐらいですね。だいたい53センチぐらいの目安になってます。はい。ではですね、ここのところを次は輪っかにしていきます。 輪っかにする前に一番最後に編んだこの鎖の裏山ここですねこのポコッとしたところにダンスマーカーをつけておきますでそれをつけておいてからここがねねじれてないかをちょっと確かめないとねじれてそのままねじれたままでやっちゃうとダメなのでねじれていないことを確認してで一番最初の鎖ここの半目ですね この上半目と下半目の下の半目、ここにかぎ針を入れて、そうすると上半目とあの裏山と取れるので、この状態で引き抜きます。はい。これで輪っかになりました。で、この時点でちょっとあの、被ったりとか、 あの様子を見ていただいてもいいしあとまたね1段目入れるとちょっと小さくなったりかもするかもしれないのでまたそこでもあの確認していただいたらいいかなと思います。はいそれでは1段目編んでいこうと思います。はいそれではですねまず鎖を1つ立ち上げてこの引き抜いたところここにまず入れたいんですけど裏山に入れようと思います。 で、二目目のところは、この裏山ってすぐわかるんですけれども、ここですよね。一目目ここで二目目ここですよね。二目目の裏山って言ったらここにわかるんですけど、一目目の裏山ってわかりづらいんですよね。一目目ここです、これ。これの裏山ってここにあるんですね。ここのところ。このところに、まずは細編みを一目。 編んでまダンスマーカーつけておいた方がいいかなと思うので、今1段目はわかるんですけど、2段目3段目行くに従ってちょっと分かりづらいので、今の間にもこれつけておきたいと思います。これちょっと変なとこ入ったりするので気をつけてください。はい、そしたら次をえっ、ー、と。また細編みを編もうと思うんです。けれども、1段目はずっと細編みを編んでいきます。その上からをちょっとあの模様編みにしようかなと思ってるので、今ちょっとつけてたんですけど、ここのところが2目,目。 裏山に入れてもらってあんまりきつめに編むんじゃなくてゆったりめな感じで2目目を編みますそしたら次の目一番最初ねこの一番最初の1段目ってすごい編みにくいですよねでまたこれ糸割れするかもしれないのであの注意しながらゆっくりでいいので編んでみてくださいで裏山に入れて細編みを編むという感じです こんな感じでぐるっと一周編んでみてください。はい、こんな感じでぐるっと編み入れてきました。そして一番最後のところはもう段数マーカーつけておいたところなので、一番最後のところの裏山、ここのところにも最後、細編みを編み入れます。一番最後ですね。はい、細編みを編み入れて、 でダンスマーカーつけておいたところが一番最初の目になるので、この細編みの頭はいここに入れて最後引き抜きます。でちょっとキュッと締めておきます。はいこれで1段目の終了です。では次二段目に行きたいと思います。はいそしたら2段目まず鎖を一つ立ち上げます。で根元のところにはこの V の したということでこの鎖のところですねまた同じところにあともう一目というかここの一番最初の目をこの目にします V の下のところここでまず一目め長い細編みみたいな感じで編みましたでまたダンスマーカーをつけておくとわかりやすいのでダンスマーカーをつけておきますはいでその次の目ここのところを鎖にしようと思います。 なので、いつもなんですけど、こういう鎖と細編みの組み合わせってすごくちっちゃくなりがちなので、なるべくこっちの鎖は大きめの方がいいかなと思います。っていうのが次の目。その次の目が下です。V の下のところ。この部分に入れて細編みを編みます。これの繰り返しです。鎖。 ちょっと大きめな感じで鎖を編んでそれがこの目なのでその次の目のちょっとこれね,これね色がちょっと濃いので分かりづらいかもしれないんですけど V の下ここに入れて v, v というか足ですねに細編みでまた鎖1目1つ飛ばした次のこの足の下です。ここに細編み。 という感じで長い細編み鎖長い細編み鎖という感じでぐるっと一周編んでいきますはいぐるっと一周編んできましたで最後の一目のところは鎖になるかなと思いますで一番最初に編んだ細編みここの頭に引き抜きます入れてもらって で引き抜くでちょっとキュッと締めますねはいこれで1段目2段目ですね2段目の終了ですでは次3段目に行きたいと思いますはいそれでは次3段目は前段でやったことと反対になります細編みを編んだところが鎖になるのでまずは鎖を一つ立ち上げてでその次がまた鎖になります なので実質は鎖を2つなんですけど1つ目の鎖立ち上げてをちょっと小さめでで今の鎖これがあの細編み相当の長さのものになるのでちょっと大きめに編みましたでその次が鎖だったと思うんですけれども鎖のその下の最初の細編みですね編んだところここに入れますここに入れてもらってそれで細編みを編みます で一番最初のところにダンスマーカーつけるのをそのままねこの鎖のところここですねここにつけておきますはいで,で,できたら次が鎖なのでちょっと大きめに鎖を出してそれがこの目ですねその次の鎖のところこれが1段目に編んだところのこの細編みの頭ここに入れて細編みを編みます でその次が鎖ですそれがこの目ですね全部次編んでいくのは鎖の部分ですその鎖の下の細編みの頭ここに今度から見れますでまた鎖一つでスキップしてその次の鎖のところのスペースの一段差一段下の最初の細編みここに編んで 1> 鎖1つスキップして次の目のその下ここですねに細編みで鎖という感じですはいこんな感じでまたぐるっと一周編んでみてくださいはいぐるっと一周編んできましたで最後の目は普通に細編みで終わるかなと思いますでここが引き抜いたところでこれが鎖一つ立ち上げた目でここが最初の目で鎖を編んだところになるのでもうそのまんま このスペースに入れてもらってで引き抜きますでちょっとキュッと締めますはいこれで3段目の終了ですでは次4段目に行きたいと思いますはいそれではまず鎖を一つ立ち上げて今まで反対反対でやってたと思うんですよなので前の段が鎖から始まったので次は細編みから始まりますで細編みを 前前段の細編みの頭ここに入れて細編みを始めますでダンスマーカーをつけておくと分かりやすいのでつけておいてその次が鎖になるのでちょっと緩めな感じで鎖を一つっていうのがこの目ですよねで次の鎖のところここではなくって前前段ここの細編み頭に入れて細編みを一目で鎖を一つ緩め次の目をスキップ で、鎖のところの前の段の細編みの頭、ここに入れて細編みという感じです。そうするとこの斜めに v がいくので、ここに v ここに v ここに v ということで、次ここに鎖のところにまた作ったらここに v が v というかこう足ですよね。2つの足が v が見えるという感じになっていきます。はい、こんな感じで、またぐるっと一周編んでみてください。 はい、こんな感じで5段目ぐるっと一周編んできました。で、一番最後5段目のところは細編みで終わってます。で、段数マーカーつけておいたところに引き抜くんですけれども、この時に糸を今度はこっちのカッペリーニのこっちの方ですね、こっちの色に変えたいと思います。まあ、新しい糸。 こっちもあの後で糸処理しようかなと思うので、まあ、それぐらい残していただいて、それで引き抜きます。はい、こちらの方はそれぐらい残してあります。はいで、ちょっと糸端をね。これ、今のところこういった感じで、ちょっと1回だけでも軽く結んでおくと固定されるので結んでおいてで。今度はこっちの糸で同じような編み方なんですけれども編んでいきます。 はい。それでは次、6段目ですね。鎖をまず1つ立ち上げます。で、前段で鎖だったので、次は細編みになる段です。前々段の細編みの頭に入れて、で、細編みをまず最初に1目。で、段数マーカーを細編みの頭につけておきます。はい。ここからも編み方は全部一緒なので、鎖、で、前々段の細編みのところに、細編み。鎖、 こまみという感じで編んでいきます。はい。これで、ちょっと何段か編んで、また糸を変えようと思うんですけど、これを、あのー、上に上げていこうと思っているので、これぐるっと一周編んだ引き抜くとき、これをちょっとまた上げようと思うので、またそのときになったら動画でご紹介しようかなと思います。はい。ぐるっと一周編んできました。で、最後は、ここは鎖になるんですけれども、鎖を編んで、 一番最後ですね細編みのところに引き抜くときにこっちの糸今まで使ってたこの混じった糸ですねこれを上に上げるのでかぎ針のこんな感じで上に置きますで、上に置いた状態でこの状態でこういった感じで引き抜きますはい。そうするとちょっとだけなんですけれどもこうやってして上に持ち上がっていくのであの引き抜くときとかにこういった感じで あの糸をですね、上げていこうかなと思います。で、まあ次の段は鎖一つ立ち上げて、次も鎖なので、もう一つ鎖を編みます。で、次の段からはもうここですね。もう見やすいと思うので、前々段の細編みに入れてもらって、で、また、細編み。という感じで編み進めていきます。 はい、こんな感じで3段だけこの糸で編んできました。で、次の段でちょっとまたこちらの方に変えようかなと思います。で、この長い細編みですね。じゃあ知てるところが2段目なので、2段目3段目4段目5段目で678とこの糸で編んでるので次9段目になります。9段目その時にここですね。今鎖編んで細編みの上が小鎖になります。 で最初の細編みの頭にまた引き抜くときにこっちの糸ですね。これちょっと上げてると思うんですけど、これで引き抜きます。はい。でこっちの糸はえっともう私は編まないでおこうかなと思ってるんですね。3段だけ編んででちょっとまあずーっとこの糸で編んで上のところでまたこれで使っていこうかなと思ってるので、とりあえずはこの糸はここで終わりにしようと思います。 なので糸処理できるぐらいに残してもらって私の場合はですけれどもカットしますはいでここのところもちょっとあの結んでおくといいかなと思うので一結びしておきますこれでも皆さんあのお好きなように編んでみてくださいねいろんなあの編み方はできるかなと思いますはいでまたこっから鎖を一つ立ち上げてまた同じように編んでいくという感じですはいこれでちょっと高さ何段か は編んでいこうかなと思いますでまた何段編みましたよって次でご紹介したいと思いますのでそれまでは続けて編んでみてくださいはいこんな感じで25段ここからですね25段編んできましたで高さをね測ってみるとここの部分でだいたい14センチぐらいの長さになっていてこの上まで編んであのいろいろやってみたんですけどこれぐらいがいいかなと思うのでここで終わりに します一応この段はこの段というかこの真ん中のゾーンは終わりにしてまたねこの色を上にちょこっと持ってってからこの色をちょこっとまた出そうとは思っているので大体いいあのもう少し短めでもいいかなと思うんですけれどもここをクシュッとしてやるとしたらまあ、これぐらいがいいかなと思うのでとりあえずはこれでちょっと一回また糸をつなげて同じような編み方をしていくんですけれどもやっていこうかなと思います。 はい、こんな感じで、あれからですね、ここのところを編んできました。で、高さを測ってみると、上から下まで約18センチぐらいの高さになっているので、首にスポッと被ってみて、ちょっとここがこう、なるような感じになって、 ているのでもうこれぐらいでいいででかなと思ってて今終わりにしてますで私はもうちょっとあの次のところ試作で編んでて失敗しちゃったので今ここであの糸処理とかも全部しちゃってるんですけれども糸処理は今から編むのを編んでから一番最後でも全然大丈夫なのでやってみてくださいねあとから糸処理。で糸があともうこれだけとそれからこっちの糸 多分これ少しちょっと使ってたかもしれないので残りがこれぐらいになってるんですけどこの糸を使って首のネックの部分ですね紐を通す部分を今から編んでいこうかなと思います。はいそれではですねここのところも私は先ほど言った通り切っちゃってるのでちょっとつなげて編んじゃうんですけど鎖をまず1つ立ち上げますね。でここのところはあの上半目上半目を取ってすじ編みを編んでいこうかなと思います。 で私ちょっと一番最初のところだけはしっかりするために普通の細編みで編んでるんですけど皆さんの筋編みで編んでみてください。で、その次の目っていうと細編みになるので細編みとかまあ皆さんお好きな高さで編んでいらっしゃったらここが鎖になるかもしれないんですけど鎖のまあ上半目ですよね。私は細編みなので細編みの上半目。ちょっと切っちゃったので編みくるみながらちょっと進めちゃいます。はい、で、次も 鎖になるんですけど、鎖の上半目。で、次は細編みの上半目という感じで、こっからはもう一つずつ筋編みで、あの上半目を取って細編みをずっと編んでいこうかなと思います。はい、最後の目まで編み入れました。そしたら一番最初の細編みの頭に引き抜きます。はい。 ここれであののちょっとと編編みのところが一段編めましたそしたらここのところをねこうやって筋つけたところをこう中に折り込むような感じにしてで紐あるじゃないですかこの紐紐をここにこう通すところをこうまあ作ってこうやってして折り込んでしようかなと思ってるんですけれども次はその折り込んだ分ですね折り込んだ分っていうかもう曲げてこの紐が隠れる分を編んでいきたいのでまあ鎖を1つ立ち上げて。 で、根元のところ。で、わからない方は段数マーカーつけてみてください。で、次の目。っていう感じで、こっからはもう筋編みじゃなくって、普通の細編みを一つずつ編んでいきます。で、ここが引き抜いたところで、後ろになるところで、こっちが表にこうしようと思ってるんですね。後ろのところを、まあ、こういった感じで、ぺきってこう折ってもらって、後ろのところここです。折ってもらって、真ん中のところがここです。 でそこの辺りにまあ段数マーカーとかまあ何でもいいので目印つけてもらって私はここら辺なのでこの辺りにしますでここに紐を通すですねこの穴がねこうやってして見えてると思うんですよここの穴のところここにねもう穴も開いてるしこっちの方がもう手っ取り早いというか一番簡単なやり方なのでこれをこういった感じでしようと思うんですよえっ、ー、と今ここだからこの辺りとかここかな ちょっと今適当に入れてるのであれなんですけどこういった感じにしてここを折り込んでこうしようと思ってるのでこれが隠れる程度にならないとダメなのでこの隠れる程度ですよね。その分は編んで私糸がもうこれだけなので足りなかったらまたこっちの糸 <laughs>。 <laughs> ちょっっとと残ってるるののがあるのでででこれ繋いいやろうと思います中なのでねこの上の部分はこう中にポキッと折るので見えないのでまあ、糸はもう足りなかったら余ってる糸とかで下の方はしてもいいかなと思うのでここねキューッと絞るっていう感じにしますね。はいということなのでこっからの段数はまあご自分でお好きな段数をね編んでいただければいいかなと思います。 はい、こんな感じで、一段すじゃみ、それからその上に二段、普通に細編みを編んでいきました。で、このあたりで、もう折り込むとこんな感じだし、あとまあ、糸がね、ほんともうこれだけしかないので、もうここで本当の終わりになります。ここで終わりです。で、ここ、下の方をね、こう、かがってこうと思うので、かがる分だけを残してカットしていきます。だいたいうんと、1、 2倍ぐらいあったら足りるかなと思うので、まあ、2倍ぐらいを残してカットしますもう私ほとんどっていうかもうないですねこんだけこれだけになりましただから3玉でできてよかったですお子様とかだったらもっと少ないですよねうんこれメンズ用と想定してもまあ私がかぶっても普通ぐらいだったのでもう男女兼用本当にあの感じですはいここで終わりになります で次はちょっと紐を通す場所をさっきちょこっとあのご説明したと思うんですけれどもこんな感じでここが私はまあ一番真後ろにするとします。もうどこでも大丈夫なんですけどこの引き抜いたところがねやっぱりちょっと気になるかなと思うので前にするよりかはまあ一番後ろとか横とかにしていただいた方がいいかなと思います。でこれをまあ横に横じゃない後ろにしてでこれをねこうまあ先ほども言いましたぺったんこにこうやってして2つに折ります。 そうすると真ん中のところ出ると思うのでここのところにマーカーとか目印のものをつけてみてください。私ここです。はい。このところ。でここの部分の私はねこのあの切り替えのところここあの白っぽい色のところでブルーのところとあるんですけどこのここら辺にね入れようかなと思います。この辺り。でちょっとねひもも先にこうやって通しておきます。 はい、こんな感じでとりあえずはこう通しておきますでここのところをこうやって折ってこの紐を中に入れるようにしてもうこれでこうかがっていこうかなと思いますどうせこうせまあここからあの入れてもいいんですけれどもそれよりもこうやってした方がいいかなと思って後から入れても大丈夫ですここからシューッと入れてキュッギュッギュッって入れてやるのもいいしだいどこでもどっちでも大丈夫です はいもうこっちにしちゃいます私はこんな感じにしてであのま、ー、ち針ですねこれであの数箇所こうやってして留めていただいてそれで周りをかがっていこうと思いますはいそしたらとじ針に糸端を通したらここにこんな感じで紐があるのでまあこのお迎えさんというかこのあたりを こういった感じでもうかがっていくだけです。ちょっとあのこの半半目というか、こう少しと。こっちらもう全面取っていこうかなと思うので。こういった感じで。あのもうかがっていくっていうだけになります。はい、ぐるっと一周かがってこれました。そしたらもうここで終わりになるので。 ちょっともう何回かですね、この部分を、また同じとこをかがりつつ、この輪っかの中にちょっと通して、ここでキュッと締めちゃいます。で、これで、あの、ちょっと中の方とかに、遠くに飛ばしていただければいいかなと思うので、こんな感じで通して、ちょっともう一回だけ戻って、キュキュキュッと。 やってあるところによいしょ。通してこれで完成になります。ちょっと整えてで、キワでカット。はい、これで出来上がりなんですけど、またここをね、ちょっとあのまだこれつけてないので、最後にこのコードストッパーを入れて完成にさせます。これは こう締めるので、こうですね。こんな感じですよね。はい。はい、こんな感じで、できました。で、長さは、もうご自分で、ごしょ、あの調節していただいたら、いいかなと思うので。こういった感じに、なんか巾着っぽいですよね。<laughs> はい。 ギリギリぐらいにこうしといてちょっと短めでもいいしあの一つにこうくくったり2つにくくったり2つというかこう1個ずつですねやったりとかどんな感じでもいいのでまぁ、あ、ご自分の好きな感じで仕上げてみてくださいはいこんな感じで最後まで仕上げてきましたでまず大きさを測っていくと横幅が27センチぐらい上から下までが約 18センチぐらいかなっていう感じですはいで中のところはこんな感じで結構あのー、この編み方自体が分厚いのでちょっとまあ目はこういった感じなんですけど中にボアをつけたりとかもできますねで、中にボアつける場合だったらもうちょっとここの幅を広くしたりとかできますしこれだけでもねすごいあったかいですやっぱりで寒い時にはここをキュッと締めていただいてこんな感じですよね はいこういった感じにもできたりもできますしまあいろんな感じで寒い時はこんな感じ。 でちょっとあの普通,普通バージョンっていうか時にはもうこんな感じであのやっていただいてお好きな感じで 2way ではないですけどまあ、締めたりできるバージョンと普通のバージョンとできるかなと思うのであのご家族皆様で簡単に編めたりそれからもうすぐに作れるかなとは思いますので小さいものなので良ければあの皆さんで使っていただければなと思います。 はい今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良ければ高評価それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますではまた次回の動画でお会いしましょう最後までご視聴ありがとうございましたさよなら